お待たせいたしました。本日は相鉄厚木線乗車体験会2016にご参加いただきましてありがとうございます。出発後ポイント通過の際に大きく揺れますので、お立ちのお客様は釣り革、手すりにおつかまりください。柏台駅へ戻るまでの25分ほどの短いお時間ではございますが、相鉄厚木線の車掌風景をお楽しみください。車窓左側に小田急電鉄海老名電車基地と相鉄線海老名駅がご覧いただけます。
西口は駅前再開発を実施しておりますが、昨年10月には奈良ポート海老名がオープンし、相鉄線海老名駅をご利用のお客様も増えてまいりました。しばらくは車窓を流れゆく景色をお楽しみください。進行方向右手は相模線との並走区間になります。列車は間もなく厚木操車場に到着いたします。厚木操車場に入る際、列車が左右に揺れますので、お立ちのお客様は十分ご注意ください。厚木操車場ではおよそ15分間折り返しの準備を行いまして、柏台駅へと戻ってまいります。ここで柏台駅へ向けての出発準備が整うまでのお時間をお借りしまして、本日のサプライズ企画をお知らせいたします。車内にてじゃんけん大会をいたします。1号車から10号車までそれぞれの号車ごとに実施いたします。各号車に乗車しておりますイベント係員とじゃんけんをしていただき、勝ったお客様だけが次のじゃんけんに進めます。負けと愛子はそこで終了になります。見事各車両で勝ち残った1名様に相鉄オリジナルグッズをプレゼントいたします。勝者を決定する最後のじゃんけんで勝敗が決まらなかった場合は、再度同じお客様によって決勝戦を行います。じゃんけん大会終了後、本日のご乗車の記念といたしまして、乗車証明書をお一人様1枚プレゼントいたします。どうぞお持ち帰りください。なお、じゃんけん大会は列車が操車場に停車後に開催させていただき、列車停車後、イベント係員がお客様をご案内いたしますので、皆様ふるってご参加ください。
お待たせいたしました。まもなく列車は柏台駅に向けて出発いたします。お帰りの列車は通常速度で運転いたします。単線区間を軽快に走る相鉄厚木線をお楽しみください。お客様にお願いいたします。大変危ないので窓から手や顔を出さないようお願いいたします。ただいま列車は柏台駅に向けて出発いたしました。今回ご乗車いただいております車両は今年4月から営業運転を開始いたしました急線系 EUR 車両、通称横浜ネイビーブルーでございます。主な特徴は都心への乗り入れを意識し、車両の外観も横浜をイメージしたネイビーブルーに塗装いたしました。また大手施設では初となる昼と夜で色調が変化する調光機能付き照明や5号車と8号車には英国スコットランド製の本革を使用したボックスシートを導入いたしました。さらにグレーを基調とした落ち着いた雰囲気の車内とし、上質で快適なご乗車をお楽しみいただけます。急線系 EUR 車両、通称横浜ネイビーブルーは現在ただいまご乗車いただいております1編成のみでございますが、今年度中にはもう1編成が追加される予定でございます。また今年秋には相模鉄道の制服が装いを新たに一新されます。さらに来年は相模鉄道100周年となり、お客様によりお喜びお楽しみいただけるサービスやイベント実施などを目指し、ただいま100周年企画について検討準備を行っております。これからの相模鉄道に一層ご期待を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。Thank you.
頂上過ぎ落ち点に入ります。ポイント通過の際大きく揺れますのでお立ちのお客様は十分ご注意ください。相鉄厚木線乗車体験会2016にご参加いただきましてありがとうございました。短いお時間でしたが相鉄厚木線をお楽しみいただけましたでしょうか。この後到着いたします。柏台駅西口コンコースでは多摩鉄道キャラクター首藤犬が皆様のお帰りをお待ちしております。総犬との記念撮影もお楽しみいただけます。ただいま投票決定中のゆるキャラグランプリ2016にエントリーしておりますので、ぜひインターネットなどで皆様の清き一票を ご投票くださいますようお願いいたします。また同じコンコースにて熊本地震の義援金募金受付を開設いたしております。相模鉄道では夏休みソーニャンスタンプラリー2016のスタンプ帳売上金の全額および8月13日開催のソーニャンファン感謝祭で販売させていただきましたグッズ売上金の一部を熊本地震の義援金として熊本県に寄付いたしますが、相鉄厚木線乗車体験会2016においても被災された方への義援金を募らせていただいております。どうぞご協力をお願いいたします。相鉄では今後も鉄道ファンの皆様や沿線の皆様にお楽しみいただけるイベントを開催してまいりますので、応援のほどよろしくお願いいたします。一日乗車券は本日中ご利用いただけますので、開催中のスタンプラリーや相鉄沿線の小さな旅をお楽しみください。まもなく柏台駅に到着いたします。柏台駅では4番線に到着し、右側すべてのドアが開きます。皆様お気をつけてお帰りくださいませ。本日はご乗車いただきましてありがとうございました。Thank you.